チャンキーヨは、ペルー共和国、アンカシュ県のカスマセチン盆地の沿岸砂丘で見つけられた古代建築物である。遺跡には、丘の頂上の鳥で近くにある太陽観測のための十三基の塔、住居跡と広場があり、塔は、紀元前四世紀頃に建てられたものと考えられている。2008年現在、この地で生み出された文明はまだ解明されていない。遺跡は、 約4平方キロメートルの面積に広がる、要塞化された寺として解釈されている。要塞から望む観測塔群一定の間隔をあけた13基ある塔は南北に走る低い丘の上に建設され、狭い塔間隔で歯型の地平線を形成している。その丘の下の東西2カ所に観測所が設けられている。地平線に沿った塔の列の長さ約300メートルの 広がりは年間を通じて日の出と日の入りの位置と非常に密接に一致している。日の出が最も左の塔に現れる当時から6ヶ月後の下市に最も右の塔に到達するまで各々の塔から昇る太陽を観測し日数の経過を記録していた。この13基の塔はアメリカ州で最古の天文台であった可能性がある。チャンキーよの住民は 塔を使い日の出や日の入りを観測することによって1日から2日程度の誤差で正確な日付を決めることができた。塔の存在は何世紀もの前から旅行者には知られていた。1940年代に出版された探検家トールヘールダールの根的号探検記によって塔の天文機能の推測が有名になったが2007年に イヴァン・エッチとクライブ・ラグルズによって詳細が明らかになるまでは過程に過ぎなかった。チャンキーヨ遺跡のパノラマチャンキーヨの遺跡は2020年の第44回世界遺産委員会に向けて推薦されたが新型コロナウイルスの影響で会合が延期されたため2021年に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 ありがとうございます。